ギャルズが起き始めたね。好きな台、うん、高架機動隊打とうかなと思って。高架機動隊ばっかりだね。なんかおすすめの台ある？なんかエースがある台の方が好きなんだよね。おはようございます。まいちゃんおはよう。風船10個ありがとう。スロット配信見たい？スロット配信、スロット配信か。そこのアラジンって店はね、配信はできないんだよな。スロット配信できる店あるかな。スロット配信できる店あるんだけど全然出ないんだよね。セブンティーン、セブンティーンから帰ってきたよ、うん、枠切るタイミング完全間違えたけどね。いや意思の疎通きついよね、うん、だってほぼ閲覧外人さんなんだもん。日本人ほとんどいない。時間帯が朝方だからね。そこもあったけど。まあこれから徐々に盛り上がってくるでしょ。あ、えぐいよね。たま2時間配信してトータル閲覧7万人ってすげえよな。あ、リスナーとパチスロ大会全然いいよ、やっても。っていうか俺大体アラジンにいるから、別にアラジンに来てくれても全然いいっすよ。大体高架機動隊打ってるんで、リアドツいいよ、プライベートな俺でよかったら。来たい人いる？じゃあツイッターに告知しておこうか。
あ、歩くよ。歩くけど、なんか雨の天気がもう、あれなんだよ。天気予報が雨で。やるやる、全然。夏中にはやるから。正宗っていう代が入ったんだ。正宗。寝台入れ替え。バイオハザード。へえ。画廊。あ、本当に？高尾駅からだよ。ただまあ歩くだけだけどな。ひたすら歩くだけだけど。まあでも多分17時間か20時間かかるよ。相当かかるよ。今回多分山の手よりハードだっていう感じだと思ってください。まあひたすら歩くだけだけど、前回足引きずったかんな。1週間。あややまさんいらっしゃい。おはようございます。今日もゆっくりしていくぜ。ダンジェさんいらっしゃい。あ、そうなんだ。高尾山近いんだ。へえ。頑張ってるワドさん。ああ、頑張るよ、じゃあ。靴はね、革靴だったから足の膝が壊れちゃって。すげえきつかった。もう最後の方本当にバイオハザードみたいだったもんね。もう、あ、歩くたんびに激痛。本当に歩くたんびに激痛ですよ。初見さんいらっしゃい。高尾は遠すぎたから正拳突きより厳しいぞ。和道の体力次第やん。俺は一回ね、正拳突きと、山手線一周やってんだよね。で、山手線一周より多分長くなると思う、今回は。まあ、スニーカー履いてればいけるかなっていうのと、あと荷物だよね。前回より、その山手よりもきついのは、荷物20キロ背負うからノンストップで行こうと思ってるけど、マジで膝やられる可能性あるよね。まあ相当きついっすよ。また別だからな。捨て頃のきつさはさ、勇気がいるっつうか、その、なんつうの、若い、生きのいいあんちゃんと殴り合えって言われるきつさ。怖えみたいな。しかもさ、喧嘩と違うのは勢いでやるわけじゃなくて、なんか決闘みたいな感じで、何月何日この日にこの場所で生きのいいって喧嘩得意なあんちゃんと、おっさんが殴り合うって決まってて、で300人の目のね、見守られると。 なんだそれだよね。よくよく考えたらなんだそれだよね。全然意味が分かんないよね。なんかきつさの種類が違うよね。
とやっぱたあのテルの蹴りが痛えっていう、果てしなく痛いっていう。半端じゃなく痛かった。ヤマピー絡んできた、イケメンだったでしょ、うん、イケメンだったでしょ。腹減った、ちょっと腹減ってきたな。どうしよっかな、パチンコ打つと、なんか飯食ってからスロット打とうかな。ああ、そうなんだ。あ、分かった分かった。なんかセブンティーンで知り合った人に好きなバンド追っかけてきたんですって言ってたから、その人のことだ。なんかバンドマンで、そう、ギターめちゃめちゃうまいんだよね。でバンドマンの人がその放送やっててっていう人フォローしてくれたの、俺のこと。家で食ってけ、だって家冷蔵庫何も入ってないもん。もう自炊とか全然してない、家に何にもない。そうなんだよね、太るんだよね。ていうか太ったし、実際ブクブク。この1ヶ月ちょうど捨て頃からね、1ヶ月だもんね。1ヶ月でこれリバウンド多すぎるわ。ちょっとひどいね。高尾歩き今日やんないよ。なんか雨降るかもっていう風にリスナーさんに言ってたから今日はやんない。おはよう、アッコ。ハート参加ありがとう。初見さんいらっしゃい。楽しんでて。知名度上がったらっていうか、なんつうんだろうね。うん、歩きは今月、いや雨が降らなきゃいつでもやりたいよ俺。雨が降らなきゃ。フォローしたけどまだ見れてない。さっきまでやってましたよ、唐沢さん。おはよう、チャボー。風船5個ありがとう。ありがとう。まあまあまあ、なんかこう、なんだろうな、なんかまあ全部うまくいってる、うん、大丈夫、全部うまくいってる。いい感じだよ。
だなんかその展開を求められてる気はするけどね。おドラちゃん久しぶり。うん。久しぶりじゃない？なんだろうねこれ。不思議な生命体だよね。だからリツイートしてみたんだけど、なんだこれと思って。気持ち悪いよね。犬っぽくもあるし、人っぽくもあるし、尻尾もあるし、これ何なの？何なんだろうね。何なんだこれ。気持ち悪いよな。猿の奇形？海岸に打ち上げられてるってことは海の生物なのかな。なんだこれ。なんだろうねこれ。人っぽくもあるしね。なんだろう。よくわかんねえな。いるのかな。海底人かな。海底人かな。まあね、なんかの奇形なのかな。犬？でも耳の位置が違うし、目がないし、なんだかよくわかんねえな。そうそう、でもね、でも猿と足とかが違うんだよね、手とか。何なんだろうね、これ。目がないしね。これ一体何だ？犬と人間のハーフ。それっぽくない？犬と人間のハーフって言われたらピンとこない。犬人間。うん。犬人間。犬と人間のハーフっぽいんだよ。おはよう。キャンディーおはよう。風船10個ありがとう。不思議だよな。うん、いつまで。いやもう夏暑いから寝てる、ずっと昼間寝てる。最近本読んでる。しんすけも本は毎日腐るほど読んでたらしいな。読んでないっすね。うん。暑い。暑いよね。全然読んでない。でも俺はあれだもんな、沖縄の暑さ体感してから戻ってきたから、あんまりその暑って感じはしないよね。もう沖縄行った時はすごかったから。慣れた。沖縄行ったことないんだ。なんだろう、もう日本じゃないよ。とにかく文化が日本じゃない。沖縄の女の人綺麗だよ。で
か同じ言語を使ってるだけで文化も違えば人種も違うようなもんだからな。だからね、何十年前かは沖縄日本じゃなかったわけだしね。あそこは琉球王国っていうのがやっぱり一番しっくりくるよね。今の若い子はそういう文化もう日本だっていう認識なんだろうけど、あそこはねもともと琉球っていう国だからね。だから台湾になるか日本になるかね、揉めてたぐらいだからね。はい、おはよう、風船ありがとう。村社会だね、田舎の方はどこも村社会だよね、うん、そのやっぱ排他的でしょ、うんうん、沖縄いいよやっぱり。俺は暑い国がダメだからあれだけど。おはようかくん、朝早いね。なんかすげえ排他的。あんまりね、大和の人間、特に東京の人間信用しないっていうね。大和んちゅうっていう言葉があるぐらいだからね。うん、大和の人って。最高だけど住みたくはない。うん、俺の理想の住みたい街ではない。ただなんかこうやっぱバカンスに行くっていうか、年に何回もとは言わないけど1年に1回必ず顔出したい街ではあるかな。うん。だからその秋とかさ冬とか寒い時期に沖縄行ってその寒さをしのぐっていうのが一番賢いと思う。向こうで。やっぱ沖縄いいねっつって。で沖縄なんか住民税だかなんだかがすごい優遇されて安いから金持ちの人が家だけ買っちゃう人多いよね。だから知り合いの金持ちとかも沖縄に住所やってほとんどこっちで活動してんだけど、その住民票選べんのよ向こうに住んでて。トムさんはどつ。いや、そういう遊んで暮らしたいよな、ほんと。あ、でもね、それが、俺最近気づいたんだけど、俺、ノートメモマーっていう話あったじゃん。で、留置所にいる時にこの生活のライフスタイルを固めたのよ。要は、俺のやりたいことを授業じゃダメだと思って、その好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるってどういうことなんだろうって言って、その時の目標設定が月収30万だったのよ。俺夢超えてるじゃんっていうことに気づいたの。5年前の自分の理想が好きなことをやって遊んで暮らして30万超えるのは勝ち組って書いてあったので、無意識だったんだけど、あ、俺この時の夢は超えてると思ってちょっとびっくりした話。その時のもう30万あって遊んで暮らしてたら俺は最高の人生だって書いてたんだよ。先にマンションか。ああ、そうなんだ。うん、税金対策でね言ってたよね。多分だから俺の最高の理想の人生30万あればいいっていうのがもう達成されてるんだと思ってびっくりしたよ。メモがあるっていうかね、俺超メモマなの。持ってくるか。どこにあるんだろう。解放がかかっちゃった。どっかあるかな。
留置場ノート編があるんだけど、ここに。はい、お前ブロックな、ザナよいしょ。どっかに書いてあるんだよな。どっかに書いてあったね。誰の電話、おはよう。まあいいや、飽きた。俺は一体どこへ向かってるんだろうね。何がやりたいんだろう。仕事頑張って行ってらっしゃい。ミュウツーの枠で悪口言いたい放題、いいんじゃない？俺のリスナーやめたんだから。あ、ブロック入れてくるわ。ちょっと待って、ブロック入れてくるわ。はい、ブロックでーす。いや、そんなもんだよ。だから言ってんじゃん、いつも。ダメなんだよ、もう。そう、上っぺらだけ。手のひら返しが半端じゃない、うん。そんなもんだよ。俺もう長いからわかるのよ。もう。だからね、もう人の悪さっていうのかな、なんつうんだろう。人間の悪いところ、いいところ全部見るよ。配信者やってると。関わる人数がさ、昔と違うわけじゃん。広く浅くっていうか、俺は誰とも対等に話すよ。誰とでも。本当驚くでしょ。いや、人間ってそんなもんなんだよ、本当に。だから信用できる、だからそのなんだろう、信用できる人間と信用できない人間は見抜くのは本当目がついたと思うよ、うん、じゃあ俺が見るのに何かしたかっつったら何もしてないじゃん。でしょ。そんなもんなんだよ。そんなもんなの、うん、で、あのインターネットで人の悪口書くってバカだから、あの俺に気づかれないと思ってやってるのよ、無意識で。で、公にコメントを書いてるっていう自覚がなくて、ミュウツーに言ってるの。本人はバカだから。わかる？ミュウツー聞いて、私こんなことがあったのって、テレそのみんなが見る場所で書いてるっていう自覚がないんだよ。だから俺にはバレないと思って書いてんの、うん、あ、そう、昨日より元気。あ、全然元気だよ。悲しいっつうかね、俺はショックだよ。毎度思うけど、もう慣れたけど、慣れた。正直変な話だけど、もう手のひら返されるのなんてもうザラだから、慣れたよ、うん、もう傷つかなくなってきた。正直昔はもういちいち傷ついてたけど、正直まあなんか人間の嫌なところ見てるっつうかさ、うん、NG ワード詐欺師ですね。うん、そう、だから人の足引っ張り合いとかなんだかんだとか、下手なコメントは打たんじゃなくて、そのなんだろう、公の場所で発言をしてるっていう自覚がないんだよ。だからさ、言いたくてしょうがないの。聞いて聞いてって。だけどさ、もっとバカだよね。ミュウツーはさ、はっきり言って売名をしたいだけじゃん。正直言うと。正直言うと、ミュウツーがやってるのはただ売名したいだけなのよ。本当に俺に恨みがあるとか、レクチュー恨みがあるなんてないのよ。ただ閲覧増えるネタ見つけたラッキーなの。そこに乗っかってんだもん。自分の評判バンバン落としてんだもん。どうしようもないよね。あ、そうだよ。そうそう。有名になったって思うのが一番いいの。有名リスナーになったと思う。
そうそう、それでいいんだよ。だってミュウツーにとってメリットあるかっつったらさ、閲覧が増えるからやってるだけじゃん。だって俺ミュウツーと会ったこともないんだよ会ったこともないんだよ。だから俺はその配信上で配信者がポンプ入れ合うのあんま好きじゃないのよ。あの別に乗っかってプロレスやる人もいるじゃん。ネガティブキャンペーン張りまくったらお互い増えるから。ただそれで俺は増えるの分かってるの。もう配信長いから。例えば俺とドルさんが悪口合戦言い合ったら閲覧お互い増えるのよ。ただ長い目で見るとお互い良くない。それはなんでかっていうと、お互いキャンペーン張ってる時は人数集まるけれども、うなちゃんマンとドルさんの関係見てごらんよ。話題が尽きたらドル、フォロワー増えた？増えてないよね。実際うなちゃんマンの話題が出せなくなったら減るじゃん。しっぺ返しくんの自分なんだよ。自分のファンしか見ないの、リスナーさんは。自分のこと本当に好きな人しか見ない、追っかけないのよ。ただの話題でお前佐野のことディスってんのか、お前どれのことディスってんのかって、やや質の悪いリスナーが集まるだけなのよ。で結果自分がボロボロになるでしょ。そう、長い目で見たらさ、ダメなんだよ、うん。だミュウツーがさ10年先生き残ってると思う？和道旅団がどうのこうのって言って、うちのリスナー目超えてんだよ。うちのリスナーがファンになると思う？俺絶対思わないよ。やってるのは自分の評判下げるだけだよ。だからサイレントマジョリティの理論が分かんないんだよ。あのインターネットって反論に対してはコメントいっぱい書くの、みんな。だから目につくコメントっていうのは実は反対者なのね。だけどその同意うんうんって聞いてる時っていうのは、あのサイレントマジョリティ、要はその大衆派、多い大衆派って言われてんだけど、静かな大衆派とか、これマックス村井が言ってたのかな、あのインターネットで沈黙っていうのは同意を意味する。反対意見ほど目につく。だからいいよ、俺は信頼できる人と信頼できる道を歩むだけだから。だからなんで俺がリスナーさんの情報早いか教えてあげるよ。リスナーはね、みんなね、あっちゃこっちゃでコメント書いてんだよ。好きかって言ってんだよ。だけど俺のリスナーの数考えてみ、みんな見てるから。あいつがこんなこと言ってたよって毎日メール来んだよ俺に、 LINE で。でしょ、ワードこんなこと言われてるよって、こいつ全然言ってること違うよって。そんな枠を見なくてもバンバン情報入ってくるから嫌なんだよ。それも嫌なんだけどね、ほっといていいよっつって、相手にしてねえからっつって。ただもう名前は嫌な印象は残るよね。あ、こいつには信用できないなって。たださ、信用するかしないかっていうよりもさ、俺のその仕事って大衆を相手にすることじゃん。難しいよ。多言不言だから本当に人の話題を出さないっていうのは良かった。ワドが言ってるのは支援者のサイレントマジョリティのことなのかな。ワド2、ほんとね、そういう意味じゃない。例えばね、みんな 1+1 って2なんだよ。おんって感じでしょ。じゃあ行くよ。お前らよなあ、1たす1は5だよ。わかるかよ。バカ、言ってみろよ、この野郎。1たす1、5だよ。わかんねえやついんのかよ。おい。バカだね、お前。算数もできねえのかよ。1たす1は5だよ。なあ。ほら。ね。はってなるぞ。だから、そういうことなの。コメント稼ぐってそういうことなの。ね。そういうことなの。これがサイレントマジョリティの理論なんだよ。だからはってなるでしょ。だから反対意見ほどコメントが書きやすいの。だから1たす1は2だよって言ってもコメント書きづらいじゃん。
同意だから。だけどその1たす1は5だよっつったらちげえよって書きたくなるでしょ。これ人間の心理な。反対意見は表に出やすいっていう、分かりやすいでしょ。これがインターネットの特性なんだよっていう、支援者がどうこうじゃないっていう。だからヘイトを集めた方がコメントも来るし閲覧も取りやすいの。要は悪口に向いてるツールなの。悪口に向いてるツール。そう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 、ブーメラン芸なんで、あれは芸風まで昇華させてるけどね。あれは芸なんだよ、あそこまで行くと。あと信頼関係があるのはいいの。要はみどりさんって本当に好きな配信者しか文句言わないの。信頼関係ががっちりできてからディスるの。だから本当に嫌いな人を名前出さないんだよ、みどりさんって。だからそれがプロなんだよ。だけど他の人がやってるのは多くはプロじゃないよ。例えばこの人は絶対これくらい信頼関係築いてたら傷つかないなっていう関係を築いてからディスるんだよ。お互いそのそれこそ本当のプロレス的にっていうのかな。例えばさ、みどりさんがさ、いくらねるさんのことをディスってもさ、もう絶対離れない関係なんだよ。その辺わかるでしょ、なんとなく見てて。もうよっさんがやってる芸風とかさ、まあ、よっさんたまに踏み越える時あるからよっさんたまに踏み越えすぎて森ドンとか起こるからあれなんだけど、よっさんはあれか、ちょっと違うか。みどりさんはその辺やっぱプロだと思う。見ててすげえと思う。その人に対する愛情とかリスペクトがにじみ出てんだよね、ディスの中。そう、分かり合ってるからできるんだよ。ただ言っていいことと悪いことは絶対踏み越えない、そう。そうそう、身内放送になっちゃうんだけどね、まあしょうがないよ、続きってある気がする。まあそりゃそうでしょ、ただ俺がいつも言ってるのは、本人がやってるのにその自分がやられたら嫌だっていうのは配信者として絶対通用させないけどね。俺はお前は俺にそれをやってるよなって、じゃあお前やられて嫌ですは通用しねえぞって。俺何やられても耐えるタイプだから基本的には。ただやられたことは仕返すよ。そこまでやっといて俺にはさせないって冗談じゃないぞ。例えばアリスの件、写真晒されてふざけんなとか言ってるけど、アリスの初絡みみんな覚えてるよね。俺デート配信したいって誘われてわざわざ行って、いきなり配信回ってないところでキスされて、抱きつかれてキスされて配信回ってなかったと。いやそれくらい配信者だったら、あのどれとかもそうでしょ。だから俺が怒るのはそこなのよ。自分が仕掛けておいてされたら嫌だは通用しないよ、配信者として。でその後酔っ払ってアリスがベロンベロンに、で私好きな人がいるんだっつって、ワドをついてきてっつって嫌だっつってるのに、そのバーテンダーにね、帰りたいって言ってんのにバーテンダーがさ、そのベロンベロンに酔っ払ってかわいそうだからっつって送るよっつってさ、散々迷惑かけてきてるわけだ。だから知らないからなんだよ。知らないから人のこと叩けんの。知ったら叩かないから。要はね、にわかほど叩くんだよ。そう。そんだけやっといて、自分で写真晒されて、しかも俺はアリス可愛いっていう前提で、可愛いよっていう振りから落としてあげたわけじゃん。そう、本当のブスは写真出さないよ。アリスが可愛いっていうキャラクターがあるから、美人だから写真写り悪いだろうで笑い取れるわけじゃん。そんなことでね、ぐじゅぐじゅ言うんだったら俺関係切るよ。でしょ？店長のところとか見たでしょ？じゃあ今それ晒さないけど、もう関係切ったから。でもそういうことだよって言ってんの。そうそうそう、それが笑いにできないんでしょ。配信向いてないよ。
配信外でキスしてたと違うの、俺が配信回ってると思ってキスしてきてるのよ。にゃわどつでしょ。いつから朝の閲覧1位なんだから帝王でいいじゃねえかよ実際閲覧1位なんだから別にそこは文句ねえだろ。これで俺が3位とかだったらわかるよ。実際今1位なんだからいいじゃんそこは。俺間違ってる。実際この時間見るもんないからあなたも来てんでしょ。そうそう、アリスが引っ掛け回してるだけじゃん。実績として1位なんだから、それで俺がね3位とかだったら分かるよ。今はいいでしょ別に。朝の帝王で、おはよう魚拓さん、おはよう。いや知らないんだよねそれは全然。何がややこしく、なんか過呼吸になったとか聞いたんだけど、俺寝てたから。てか人の枠全然見ないしな俺も。なんか揉めたらしいよね。ハート3個ありがとう。あっこ誰と揉めたの。なんかすごい倒れそうになったんでしょ。いやあのね、めくれてくるっていうか、これエミさんの言葉なんだけど、インターネットの世界は証拠が残りやすいから必ず正義が勝つっていう理論がある。どんなに時間かかっても正しいことを言ってるやつが絶対勝つっていう。なんでかっていうと、リスナーさんバカじゃないので、目も肥えてるし証拠を取りやすいの。だからその間違って言ってる方が必ず負けるっていう理論がある。証拠が残ってるから。で証拠を取らないでガーガー言う人、かき回す人はいっぱいいるけど、 2,3 日経つとめくれてくる。キレキレ配信、エミさん来ないのかな、どうなんだろう、わかんない。うん、だから炎上するときはどっちかが嘘ついてるときなんだよね。でその嘘って絶対めくれるの。スバニアンは見抜いてる。わかんないけど。のりゆきさん仲いいよね。うん。まあもう漫画家だかんな。作家だかんな、エミさんは。まあ地位を築いたら生主なんてやらない方がいいでしょ。俺は別にアリスのこと嫌いじゃないよ。ただほら、女性の場合女の子の日とかあるから。うん、爆走頭いいよ。爆走はあいつ本当の切れ者だよ。あれは一流だよ、はっきり言っとくけど。あれは一流だよ。まあスタイルが好きか嫌いかで言ったら俺は別に好きではないスタイルだけど、いや子供だましね、あれは一流だよ。うん、そう、エミさんが配信やるメリットがない。フォローありがとう。便所太郎さんはどちらかっていうとそういうポジションじゃなくて、便所太郎って言われてるわけじゃん。便所さんのスタイルはスタイルで、あの人はうまいと思うけどね。嘘か本当かじゃなくて、なんかこう、なんか面白い話題に乗っかるのがうまいっていうか。爆走は一流だよ。ただそのどこをターゲットにしてるかっつったら、俺はそこの客層なんだっていうのはあるけど、爆走は一流でしょ。瀬戸際くんっていう人を見たことないですね。名前聞いたことないです。すいません。
初めて聞きました名前を。分かんないっす。嘘か本当かっていうよりも、まあキャラあそこまでブレなかったら俺便所さんのスタイル好きだけどな。徹底してるじゃん。やっぱ芯がある配信者は強いよね。ベンゾ太郎さんはもう捨て頃で一流だっていう証明をしちゃったからね。あの人はもう叩かれないと思う。結果出しちゃったんだもん、ツイキャスで閲覧3位っていう。ツイキャスの8年間の歴史変えたわけじゃん。やっぱね、リスナーさんって結果を出したりとか努力してる人とかはね、裏切らないよ。リスナーさんバカじゃない。バカなリスナーもいるけどさ。旅団はいつまで、俺旅団はいつまで喧嘩するんだじゃなくて、旅団の元旅団でしょ。旅団は喧嘩してないよ、うん、いや元旅団でしょ。名前外してるやつがワーワー言ってるだけじゃん。文句書いてるやつ見てみなよ。旅団の名乗ってないな。元旅団でしょ。喧嘩してないよ、元旅団だよ。ユイガと便所のやりとりはお互いプロレスって分かってやってるのかな。ユイガだけガチになってるように見えてしまう。いや、あのね、ユイガさんの面白いところはそこなんだよね。ユイガさんはね、やっぱね、プロレスラーじゃないのに、なんつうんだろう、じゃあユイガさん風に言うと、いやサイさんよ、俺はよプロレスめちゃめちゃ重いんだよな。あの最近の配信会って全然できてねえわけ。俺みたいに一流の配信者になるとよ、何でもできるんだよ。相手とあうんの呼吸でできるの、わかるって言ってるけどガチ、うん、そこがユイガっていうコンテンツの面白いところで、本人は一流でもう何でもできるって思い込んでんだけど全部ガチなのなんつうんだろうな、そこのアンバランスが面白いっていうか、うん、出戻り OK。 一応ボンはもう旅団名乗らせないって言ってんのと、まあミュールはまあ自分で抜けるっつってもう見ないっつったからさっきブロック入れたよ、うん、そこがユイガさんの魅力なんだよな。なんだろう、プロレスラーだと思ってるガチガチのファイターみたいなストリートファイト上等みたいな、うん、本人がもう見たくないっつってんだ、見るのやめるっつってんのがいいんじゃないの、うん、俺はだから去るものを追わないから、うん、違うんだよカオスさ、その俺に言わないでほしいのが、俺が望んでないところで勝手に怒ってるんだよ。じゃあこれは領土の問題なのカオス。なんかね、俺が一番嫌なのそこで、俺が仕掛けてることなんか一個もねえわけよ、わかる。だから線引き配信やったでしょ、まさにそれなんだよ。線を引いたんだよ俺は。だからついてこれないやつがいなくなっただけなんだから、
ね、わーわー言ってるだけでしょ。言わせときゃいいじゃん。自分でついてこないって判断してんだから。俺はついてくるやつを大切にするよ。それだけだよ。うん、だって、俺の放送見たくないっつってんのが、いや、見なきゃいいじゃんって話でしょ。それなのに俺はよくわかんない神経なのが、もう和道なんて見たくないって言ってるやつほど多枠で俺の悪口言ってんのよ。意味がわかんないの、俺からすると。意味がわかんないの。見なきゃいいじゃんって、見てんじゃんって、うん、でしょ。見なきゃいいんだから、うん、違うの。そうなので、好きなら好きって言えばいいじゃんって。だから言い方がなんでそんなひねくれてんのって。私旅団として誇りを持ってる、私こそ旅団だと、私が旅団を守る、私が和道が神だと思ってるって言えばいいじゃん。そうじゃないの。いや、気になるじゃなくて自分の心に素直になれよって感じだ、俺からすると。だから減らるんでしょ。好きなら好きって言えばいいじゃん。戻りたいなら戻りたいって言えばいいじゃん。じゃないの、うん、俺はそう思うけど。あ、ありがとうございます。いや、俺から一言欲しいっていうのが俺からしたら甘えなの。そう、知ってるよ、帰ってきてくれよって。あのね、じゃあね、今度なんで俺それやんないか言うよ。よ、俺がね、裏でミュール帰ってきてくれよって頼むよって、お前がいないとダメなんだって言うのは簡単だよ。言うのは簡単だよ。それ聞いた今まで応援してるリスナーに対する冒涜じゃないの、それは。特別扱いして一人だけ。違いますか？みんなされたら嫌じゃない？ミュール帰ってきてくれよ、戻ってきてくれよ、お前特別なんだよって。お前は他のリスナーと違うんだよって。どう思う？それ聞いて気分悪くない？うん、自分で決めろ。嫉妬してるだけ。そう、知ってる。あ、ありがとう。世界観とか音楽とかね、目立たないところでやってくれっつうか、そのリスナー同士を喧嘩する理由が分かんない、俺は。うん、そう、喧嘩する理由が分からん。てか、まあその件はもうサクッとらが手引いたから、あ、大人だなと思ったけどね。サクッとら手引いたよ、うん、ガキ。俺は嫌いなもん嫌いってはっきり言うから。好きなもんは好き、嫌いなもんは嫌い。前から変わってないから。好きなもんは好き、嫌いなもんは嫌い。俺はそして人の悪口が嫌い、うんうん、まあまあそれでいいと思うよ、全然、うん、だ、俺がよくわからない神経なのは、言いたいことだから、そのいつも言ってんだけど、リア凸する機会を設けてる。リア凸町を外配信の時は常にリア凸していい。オフ会も用意してる。さらにこの家で雑談やってる時は、いつでも誰でも俺の文句であれ、悩み相談であれ、何でも電話かけると。なんでプライベートでやってんの。俺全窓口を広げてるわけよ。俺にも会える、俺に言いたいこと言える、直接言わない、陰口を言う、バカかよって思う、うん、まあまあ、だから属してないじゃん、それでいいと思うよ、うん、それでいいと思うよ。じゃあ俺は属性って言ってるわけじゃないから。俺が和道旅団をみんな入れって言った？言ってないでしょ。言った？みんな入れと、俺のリスナー言ったこと一回もないよ、うん、そう、俺強制されるの嫌いだから強制しない、うん、はい、ワドツーマキル、うん、まあでも俺からすると旅団の名前がどんどん広がっていくからいいんだけど、ね、悪名でいいんだよ最初は、うん、そのなんつうの、戦いが絆を強くすると思ってるから、あんなことあったね、こんなことあったねってなるんだから。もう旅団って名前が一人歩くしてる時点で俺の構想的には勝ちだよ。
バドを潰してくれって頼んでる。ミュウツーが俺のこと潰す実力があると思うんだったら、それ面白いけど。いや、頼んでるつうか、俺ブロック入れだから、もうミュールのコメントは読めないんだけど、別に見る気はないけど。ミュウツーが俺のこと潰したら爆笑するけどね。本当に知らんから書くけど、何かあったの？ワド共有話と近いことを話してる配信者だなと思ったけど、面倒かったらもう書かないする。え？じゃあ何があったのか俺が知らないって話なの。ただみんなからポンプで悪口言ってるぞ悪口言ってるぞって、だからもう言わすとけっつってんの。あのね、あのもう一回言うね、みんなが思ってるよりもリスナーの数多いから、あの275人しか今いません。リアルタイムで200人前後です。ただ今この瞬間に200人がずーっと10時間いるの。トータルすると1万人ぐらいいるの。リスワン通るとき俺9000人1万人いるよね。で、炎上芸やらないよね。普通に9000人行くんだよ。毎日9000人がいるの。それ悪口言うやつもいるよ。俺に言うなっつってんの。9000人の中で俺のこと嫌いなやつたくさんいるよ。悪口言ってるやつ5万といるよ。みんなが思ってるよりも俺有名だからって言ってんの。わかる？わかる？うん、はい、お前ブロックね。うん、オーディオインターフェース少し触ってんの。何をしてますか。いや、音楽切ってんだ。ほらほらほら、うん、はい、お前もブロックです。まあ1ヶ月ぐらいしたら旅団とか名乗ってるし、花火ぶん投げてんの、うん、そうそうそう、もうだから俺からしたらもうなんつうの、なんつうの、くだらないで、和道がどうこうっていう問題じゃないのよ。もう突き詰めると本人の生き方の問題なのこれ。俺じゃなくてもそいつの機嫌が悪かったら誰かしらの悪口言う性格なんだよ。もうだってさ、そのなんつうんだろう、もう依存体質だったりとか、誰かに対してそのなんつうの、依存体質であったりとか、要は悪口陰口言うという性格だから、どっかしらで問題起こるのよ。俺じゃなかったとしても、いや簡単には戻らんでって、つっち最近のリスナーだから、もうミュールは何回もこれ起こして何回も戻ってきてんの。だから俺からブロックしたの、もう見んなよって。じゃあね、この前もう和道の放送見ませんって言った後何が起こったか見せてやるよ。和道の放送見ませんって、外れますっていう放送見てたでしょ。見てたよねみんな。その日の、その日の夕方もミュールから電話かかってきてんのね。ミュールから電話かかってきてんの。うん。ほら。着信入ってるでしょ？で、なんで配信追い出されたの？つって。ハテナマーク。俺ね。通話 OK。無理。つって。旅団は抜けて TCP って。二度と関わるなよ。って俺が言ってんの。本人は俺が追い出したと思ってんだよ。わかる？不在着信、向こうから来てるでしょ？で、なんで配信追い出されたの？って。お前が抜けるっつったから抜ければっつったんじゃん、俺。で、俺意味わかんないっつって、通話 OK って無理だよっつって。いや、サブアカで TCP 名乗ってんのよ。で、俺が言ってんのは、その、なんつうの、テルに対して怒ってるわけじゃないのよ。その、TCP をディスってるわけじゃなくて、テルのところでは TCP って名乗ってサブアカでコメント書いてるくせに、和道旅団は名乗れませんってどういうことだてめえっていうことよ。関わりたくねえわっつって。うん。そういうこと。TCP つけてんのよ。だからもうテルの放送見りゃいいじゃんって感じなの、俺からすると。まあテル、テルんで面白いんだろうって。だからなんで俺に突っかかってくんだよっていう。そう、抜けるって自分から言っといて追い出されたって変化がすごいでしょ。うん。すごいでしょ。びっくりするんだよ、本当に。あ、1時間経ったんでアイテムタイムやります。ご支援よろしくお願いします。めんどくさいでしょ。みんな俺の気持ちになってみてよ。はい、お前ブロックな。
次の旅配信は気が向いたらやります。ソソさんバーガープレゼントありがとう、ありがとうございます。あやハート5個ありがとう、予算風船20個ありがとう、まいちゃん風船5個ありがとう、マキルーパフェありがとう。お前はブロックだ。ジャイロの帝王、バーガー5個ありがとう、ニャコさん風船10個プレゼントありがとう、ニャコバーガープレゼントありがとう、マンジさん風船9個ありがとう。すごいね、花火タイムでブロック2人入れられるってすごいね、バンバン入れていくから。訪問自衛を務めのりさんと、ツッチ、はい、2人ともブロックです。もういらないもんはいらないんで。ガンガンブロック入れてくぜ、ウェイウェイ。おはよう安彦さん、はいありがとう、バーガープレゼントありがとう、はいバーガー3個ありがとう。あのね、クソカスカウス説明してあげる、説明してあげる。のんちゃんありがとう、バーガーおはよう。クソカスカウスに説明してあげる、言いたいことは100個もわかんの。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。皆さんありがとうございます。調子いいよ、絶好調よ。あのね、クソカスカオスが言いたいこと100もわかるんだよ。ただね、あのこれ煽りじゃないから、あの聞いてもらいたいんだけど、リスナーの数が変わるってどういうことかっていうとね、カオスがどれくらい、30人前後でしょ。で俺10倍ぐらいいるんだよ。でその30人の頃ってどういうことかっていうと、本当に好きな人しか見ないんだよ。だからファンアンチに見えたとしてもファンコメントなんだよ。本当に本当に少数って、少数になればなるほどその人が好きな人しか見ないの。そうで、10倍になるとアンチが10倍になるでしょっていう理屈じゃなくて、その有名なやつが嫌いっていう理屈が働いてくるの今度。だからそう、10倍にアンチが見えるかもしれないけど、呪縛と比べて実はその囲いの強度も、そのアンチの強度も100倍ぐらい変わるんだよ。質がパチンと変わるの。だからそうそうそう、ドレさんとかもスタイルがっちり変わってるでしょ。あのね、なんて言えばいいんだろうな、通用しなくなるんだよ、だん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 。でもうこう、この手の話でも精神病むやつっていっぱいいるんだよ。本当に配信ぶっ壊れてくっていうか、逆に壊れてるから大手になれるんだろうけど、そのここが普通になってくっていうか、そ想像つくでしょ。でそのカオスが言ってることは正解なんだよ、正直。いや、ワドを話題に上げなきゃいいんじゃないのって、っていうことなんだよ多分。カオスが遠回しに俺に言ってくれてんの、お前が話題に上げるからなんじゃないのって。違うんだよこれね。俺はもうずっと分かってるんだけど、あのハゲ花火ありがとう、二度とコメントすんなよ花火師、まあ、お前二度と花火打つなよ。花火は打っていいや、コメント書くなよ、うん、匿名さんありがとう。あ、ごめん NG ワード、ごめんなさい NG ワードです。安彦さんごめん、気をつけてください、うん、はい、NG ワードです。そうだからね、その囲いとアンチって表裏一体なの本当に。で俺はその文化が嫌いなんだよ。そう、3桁4桁で変わってくんだよ、うん、うん。あのね、難しいんだよな。でなんで俺があえて話題に出すかっていうと、野放しにしておくと野放しなんだよ。で晒し上げないとダメなんだよ。これはとことんやるよ、とことんやる。そう、ダメなもんはダメって言わないと伝わらないから、やっていいんだっていう空気がどんどんできていくから、あ、やっていいんだって、やったらブロック入れられるんだ、この線は踏み越えちゃいけないんだっていうのを全員に分かってもらうためにあえてやってるの。この線踏み越えたらダメだよって教育なの。
時間はかかるかもしれないけど、これは伝わるから、いろいろ試しながらやってても、けど答えは出てきてるよ、もう、ダメなもんはダメなんだよ、だから言われんのよ。だからレクチーですら電話出たけど、今寝起きだからお前と話す気ないよって言ったじゃん、見せしめですよ、そう、生贄、ダメなもんはダメなんだから、それを分かって初めて和道リスナーなんだよ。ダメなもんはダメ。僕の彼女はリスナーさんです、はい、僕の彼女は全部の女性リスナーです、はい、もう同じ質問しないでください。おはよう、ロハコさん。うつまきさん、いらっしゃい。もしよかったらフォローしてってね。はい、わたつゆ。ジャックさん、いらっしゃい。うん、冷やし中華、うん。冷やし中華。オクラか。あのね、ネットに落ちてたね、アスペの診断が面白くて、これちょっと試したいんだけど、いい？俺とみんなの答えが違う。条件は勝手に名乗ったら両断だよ。ポポさんが、あ、和道のこと好きだわっつって、私和道が一番好きだから和道のことずっと応援していくわっていう気持ちがあったら、悪魔マーク両断、悪魔マークで終わりですよ、はい、あのちょっと質問、アスペルガーの診断テストで、あのネットに落ちてて話題になってたのがあるんだけど、みんなは何チョコレートが好きか書いてください。俺人と答えが違うかもしれなくて、みんなは何チョコレート、好きなチョコレート書いてください。みんな好きなチョコレート書いてください。みんな好きなチョコレート書いて、うん、マーブルチョコ、ホワイトチョコ、ホワイト大好き、ミルクチョコレート、いちごのチョコレートが好きです、マカダミア、ビックリマンチョコ、ホワイトチョコレート、ハゲチョコ。おいおい、てめえこの野郎、コメント書くなっつったよな。おい匿名、花火ありがとう。ブラックチョコ、アーモンドチョコ、スニッカーズ、オーガニック、あ、みんなありがとう、みんなありがとう。OK、 これでホワイトチョコとかブラックチョコとかジャンルを書くやつってアスペの傾向が強いんだって。で、商品名を答えるやつはアスペじゃないんだって。言ってる意味わかる？で、思ったより多かった。だからビターチョコ、カカオ100とかは違うんだよ。で、お前ブロックな、はい、はい、そう、商品名を書く人はアスペじゃないらしいんだよね。で、アスペの傾向が強い人ほどホワイトチョコとかチョコのジャンルを言うんだって。うん、テキありがとう、のんちゃん。そう、傾向が強いらしいんだよ、アスペの。で、俺もやっぱりブラック、あの、なんだろう、ブラックチョコレートって答えたんだよ。そう、だから、でも思ったより多かったから、いやいやいや違うんだよ、そう、わからない、わからないっていう結論なのっていう噂があったけど、俺はそのブラックチョコレートって答えたから、やっぱアスペなのかなって悩んでて、統計を取りたかったって話ね。統計を取りたかったっていう話で、思ったよりも多かったから、違う違う違う、みんな誤解しないでね。ここが和道放送の難しいところの、リテラシーがないとダメなのっていう話が前提にあって、俺は悩んでたけど、今意外とコメントがそうでもなかったから、これアスペの診断じゃないねって話だからね。わかる？ここで私アスペじゃないとか、あ、私アスペなんだっていうやつは俺の放送向いてないやつの、リテラシーがないの。違う、統計データを取った結果、半分ぐらいジャンルで答えてるからアスペ診断関係ないねっていう話をしたかったの。
ていう結論だけど、みんなは、ああ、私はアスペじゃないとか、私アスペだとか、そういう風に歪んで解釈するやつが俺のことを誤解してくやつなんだって。違うっつってんの。ここがね、頭が良くないと俺の放送ついていけないところなんだよ。みんなバカなんだよ。わかる？みんなバカなんだよ。それで間違えて、ワドをまた嘘を言ってたよ。あいつチョコレートのジャンル答えるやつはアスベだって言ってた。そんな統計データはどこにあるんだ。そんな研究成果はない。お前がアスベだわ。ってなるでしょ。うん。おい！てめえこの野郎！コメント書くなっつったよな！てめえ！花火ありがとうございます。騙されたんじゃないの、うん、騙されたんじゃないの。ありがたい、ありがたい、花火3発もありがたい、非常にありがたい。ダメだ、ブロック入れらんない弱さがある。俺は弱い、俺は弱い。みんな弱いな。どんだけハゲって言われてもブロック入れられない。この指が働かないよ。怒鳴ることしかできない、俺は。俺は弱い。強くなりたい。旅どうなったの？気が向かない。気が向かない。カレーが好きです。それサイコパスっぽくない？なんかチョコレートのジャンル何が好きっつった、あ、カレーが好きってやばいでしょ。それね、もうね、アスペとかじゃないよ、もうサイコパスだ。人の話全然理解できてねえから。おはよう緑カッパさん、やべえやつだよそれ。なんだよ、俺パチンコ行くんだよ今から。気が向かない方が、っていうか俺は今その流れに任せるっていうのに頼ってて、今あのね、あとね、旅に関しては、旅に関してはそうなんだけど、俺大手になるために旅企画を用意したんだけど、俺すげえよな、結果がついてきちゃったんだよ。俺有名になるためにふわっちで実績を残すために旅に出るって言ってたでしょ。俺のすごいところ、旅がまだ100分の1も終わってないのに結果がもう手に入っちゃったのよ。かっこいいな俺、やばいよね、スーパースター、スーパースターですよ。そう、結果が来ちゃうんだよ。おお、でかいでかいでかい。っていうかやばいな、最近地震多いな。うん、でかいね。揺れてる。ねえ、みんなさ、あの時の見た青い雲やばくない？結構でかいね。マグニチュード 4.7 か。長いしでかいね。俺の放送で3日前ぐらいに地震が2連チャンした日あったでしょ。あの日に何が映ったかっていうと、なんか超珍しい大地震が来る雲って言われてんの、偶然映しちゃったの。5分間ぐらいしか見えなかったんだけど、新宿の空に青い雲っていうか青い光が見えたんだよ。それちょっとキャプローか。あれ何だったんだろう。定段。どれかな、多分これかな。ちょっと、そう。あれもう一回見てみようぜ、みんなで。あれ何だったんだろう。これかな、多分この動画なんだけど。ちょっと見てみようか。何だったんだろう、うん、ここをスキップ、ちょっと待ってね、うん、これ青い、これ何だと思う、これ本当に大地震来んじゃないの、まあ、これ見てて、うん、すごいでしょ。で、画面見て気づいたのよ、後ろになんかあるって。
違う、ネオンの照り返しじゃないの。ネオンの照り返しじゃないんだよこれ。だから宇宙人説とかいろんなの出たの。これはいつだっけ、3日前。何穴青いの。あ、じゃあ1週間前ちょうど。あれ何、ボヤンってボヤンってなってる、青くなってる、青い青い青い、何あれ。だ、東京だとネオンだと下から出るのよ。何あれ、やばいでしょ。え、何何あれ、実物の色はもっと違うんだけど。え、なんか何何何予兆、怖くない、みんな。なんか空が青いところがあるんだけど、この日から地震が出てんのよ。画面でも見えるよね。画面でも映ってるよ、うん、画面で映ってこの日から地震があるの、うん、そう、俺も画面で映って。じゃあ空じゃないのよ、空の朝じゃないんだよ。あるよね、一部分だけなので。これ有名な都市伝説とかでは大地震が起こる予兆に見えるんだって。 UFO かな、コメント欄にあったんだけど。私見たことあるよ。え、UFO が、うん、初め飛行機だとか言って見てたら、シュン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 って言って、あれは都庁の方角だね。都庁の上ら辺に見えた。方角どっちだろう。神田川、神田川から都庁の方に向かって見てる。神田川から都庁の方向に見てる。うさんくさいけどね。こっちの方が音聞きやすい、みんな。こっちの方が音聞きやすいかどうか教えて。なんだろうあれ。青いのね。光源ないよね、下に、うん、見えないよね。見えない見えない。なんであそこ青いのね。いや、UFO、 小さいこっちの方が。なんだったんだろう。2017年8月の3日、時刻は19時33分。神田川、新宿の神田川の、あの都庁の方になんか青い光が。都庁だよね、あれ。あのさ、あれ都庁じゃないか。不思議だよね。都庁の真上にあの2つのツインタワーが都庁なんですけど、青い光がで、なんだろうってなるじゃん。で、結局ほったらかして行くんだよ、歩くんだよ俺ら。その後何が起こるかっていうと、これ、10分ぐらい歩いた後、10分ぐらい歩くのよ。で、こうなるの。どこだろう、この辺。っていうか、ごめん、解放間違えて、ブルーって回ってきちゃった。俺が道間違えて、考えすぎかな。うわ、腹減った。どこだろう、焼肉。考えすぎ俺の。すげえいい匂い。夜光雲、さっきの光は1885年に発見された夜光雲って言って、うん、珍しい現象かもって。まだ見えるかな。で、これ歩いて移動して10分後なんだけど、なんかすげえなんか変な光だった。なんなのあれ、夜光雲って。あれ、見たことない光なんだよ。1885年か。俺が生まれる100年前の光だ。ね、何なんだろう、あれ。で、移動するじゃん。10分ぐらい歩いて、同じ位置に行くんだよ。ね、ちょっと待ってて。お面の焼肉屋さん。で、そうすると。なんか変な光り方っつうか。あ、なくなってる。ほら。もうないじゃん。ほら、目言ったでしょ。ほら、光源じゃなかったでしょ、うん、ほら、なくなってる。ほら、都庁のあのツインタワーの真上にあったの。ないんだよ。ほら、なくなってるでしょ。なくなった。ね、絶対光源だっつってたじゃん、うん、ないでしょ。ないでしょ。ほら、ないもん、もうない、ないんだよ。さっきあったんだよ、あの上に。だからこの角度で見えるはずじゃん。不思議でしょ。ないよ、もうこの上にあったんだよ、ここに。なくなってる。ここにあったの。怖い、怖い。でしょ。なんかね、変な予感。やばくない。そう、ないんだよ角度的に。ちょっともう一回検証してみようか。そのここに、このツインタワーが都庁なんだけど、ほら、ここのツインタワーの上にあるの分かる？このツインの上にあるの分かる？このツインタワー見えるでしょ。これ都庁なのね。で、都庁の上に見えるんだけど、なくなるんだよ。そう、どこだろう、この辺。もう一回。てかごめん、解放間違えて、ブルーって回ってきちゃった。俺が道間違えて。何だったんだろう。ほら、ないでしょ。ほら、ないもん、もう。ない。さっきあったんだよ、あの上に。だからこの角度で見えるはずじゃん。不思議でしょ。いや、だからそんなことないでしょって。だから、そう、俺、東京の光でネオンのライトがどういう風に映るかわかんの。あの、下からのネオンで照り返すことはよくあるのよ。ただその場合、筋が見えるの。なんつうんだろう、光がこう上がって、この筋が見えて光るのね。あと、
人工物の照り返しの場合の光り方じゃなくて、光源が雲の裏にあるの。雲の裏に。だから、その人工物的な光なの。だから、その、俺の印象は、ドラゴンボールのブルーツ波っていうか、ベジータがさ、人工月をこうやって、なんだっけ、弾けて混ざれだっけ。あんな感じで、あの青い光が人工の光に見えたんだよ。そう、下からの光源で、こうやってやるって感じじゃなくて、上から見えてんの。ハープかもしんないよね。だからその大地震に見える光っていうので、都市伝説は有名らしい。俺はちょっとこれ、結構、なんつうんだろう。あれなんだよ。不思議な現象なんだよ。9日じゃない、3日。3日。8月の3日。いや、なんだろうね。だから、そっから地震が多かった日だから、なんか関係あんじゃないのかなっていう噂をしてたの、みんなと。大地震来るかもね、みたいな。で、これ、夜行雲って言って、その、一番近いやつだと、その、100年前に観測されたのかな ?100 年ぐらい前に観測された超珍しい雲なんじゃないかっていうリスナーさんもいた。うん。そう、夜行雲を見てみたんだけど、俺も夜行雲とはちょっと違うんだよね。なんか変なんだよね。1週間前。だから ちょうど東京の地震が始まった時だよね。最近東京めちゃめちゃ多いんですよ。で、結構でかいんですよ。東京にしては。東京ってほとんど地震ないのね。東京ほとんど地震ないのに、ちょっとでかめなんだよね。で、嫌な揺れ方してるから、思い出すんですよね。と、この雲の関係性がよくわかんない。で、ツイッターとかでエゴサーチすると必ず出るのよ。その東京都庁とか新宿変な光とか青い光とかいろんなエゴサーチかけたんだけど、ツイッターが上がってないの、どこにも。で、目視で確認できたの5分間ぐらいなんだよね。送った方がいいかな。なんだかよくわかんない光なんだよね。浅井さんに会う前、そう。だから動画の URL は浅井さんと海宝が、そう、飯を食う時のあの動画のタイトル的には。もろ都庁の真上だったね。で、方角的にちょっとずれる可能性はあるのよ。川沿いから向こうが見えてるから、奥に光源がある可能性あるんだけど、あの、肉眼で確認したらなかったね。都庁青、ライトアップの画像で検索あった。ちょっと待って。都庁、ヒーローありがとう。あのね、都庁のライトアップは何回もやってるから、それはわかるんだけど、それとは違うんだよ。都庁のライトアップ何回も見てるから、俺。ちょっと待ってね。これじゃないんだよな。ライトアップ何色もやるんだけど、これじゃないんだよね。都庁ブルー。だからその8月の3日のあの時間にブルーだったら多分都庁だと思うんだけど、イベントカレンダー見てみる。8月の3日、ちょっと待ってね。8月の3日、8月3日、画像があった。それ画像の URL 欲しいかもな。なんか何回もライトアップ見てるから明らかに違うと思うんだよね、俺。あの、都庁は毎日ライトアップしてんのよ。最近そう、ライトアップも減ってるから。で、ライトアップしてるんだったら、都庁が光るはずなんだよ。でも都庁が光ってないの。あの、もっとキラキラ光るんですよ。もう一回検証してみようか。都庁自体が光ってないから、ライトアップじゃないんだよね。ロストインザ。何？ロストインザ？仮？何？ロストインザ何？これは検索すればいいの？ロストインザ。なんだろう？ちょっとよくわかんねえわ。ロストなんとかはよくわかんねえ。なんなんだろうな、これ。なんだかよくわかんねえから気持ちが悪いんだよね。都庁がライトアップしてるんだったら俺は一発でわかる。何回も見てるから。もう一回見てみるね。
何なんだろう。ないよ。ほら、都庁自体、これはわかるじゃん。空にないって言ってるから、都庁が青くなってないね。だから、これはライトアップしてないからいいと。で、こっち側見てみようか、じゃあ。ライトアップしてないじゃん。ね？都庁ライトアップしてないでしょ。で、都庁からのライトだったらこう出るんだよ。こう、なんつうんだろう。照り返しが。で、雲の裏から、雲が全体的にかかってるんだけど、雲の裏から来てるの分かるでしょ？そう。光源が下から照らしてるんじゃないんだよ。明らかにこの全体にかかってる雲の裏から青くなってんの。俺の肉眼でもそう見えたから変だ変だって言ってんのよ。だから、そう、リアクションで分かるはず、それは。そう。そうそうそう。浅田さんの言う通りで、その、そう、ぼわーっとした光なの。ぼわーっとした光。だから、見たことないんだよ、この雲。この雲っていうか、この光自体を見たことがないの。空から女の子降ってきた、めっちゃ素敵じゃん、それ。空、シーター？なんかシーター？これあれ何あのこれシーターが降ってきてんの？これあれ何嘘でしょ？ボヤンってボヤンってなってる。ほら言ってるでしょ。ボヤンってなってるって言ってるでしょ。で、肉眼で見た感じとカメラの感じは若干違うんだよ。 URL 貼っていい？ふわっちって。うん、 URL 貼っていいよ。青い青い。何の URL か分かんないけど。何あれ、気持ち悪くない？気持ち悪い。何あれ、なんかそのリアクションで分かるはずなんだよね。なんか何だろう、マジで。なんか変な光なんだよな。何予兆怖くない？みんな都庁暗いでしょ。都庁自体はだからライトアップしてないんだよ。画面でも見えるよね。画面でも映ってるよ、うん、画面で映って気づいた、うん、何なんだろう。そう、俺も画面で映ってね、何これと思って。空の青いところあるよね。あるよね。肉眼でも見える。気持ち悪い。なんだあれ、 UFO かな。こんなんしかなかった。ちょっと見てみようか、じゃあ。見てみよう。何なんだろうね。逆走、高速道路は一方通行です。え？ UFO？ UFO じゃん。LED っていう人工的な光な、なんかこれ URL 晒す必要あるか、これいや、なんかくだらねえわいや、これはいいわいやでもね、なんとも言えないんだよね。本当に生まれて初めて見た感動がある。うん。あー、スマホ、うん、いいよいいよ。あ、っていうかツイッターとかにもしあれだったら情報投げてもらった方がいい。こういうのはツイッターに投げてもらいたいかもしれない。これ何なんだろうな、本当よくわかんねえわ。未だによくわかんねえわ、うん、なんかしっくりこないっつうか変な感覚だよ、うん。肉眼の方が光って見えてないの。もっとボワーっとしてて、パソコンの方は青くくっきり出てるじゃん。もっと淡い感じなの。ぼわーっと青くなってて、だからそう、俺はパソコンでこうやって配信してて、パソコンの画面になんか青いの映ってるなと思って振り向くのよ。で、何あれって気づくの。流れ、時系列的に言ったら、配信始めました、なんか映ってるな、え、何あれみたいな流れ。だから肉眼の方がもっとぼわっとしてる。ただもう 青く光ってるのは見えるんだけど、もっと淡い感じ、コントラストがはっきりって感じじゃない。肉眼の方が、この配信の方がまだくっきり映ってる感じ。若干だけどね、若干、うん、怖いけどなんか綺麗なんだよ。で、その人工物的な光の強さじゃなくて、もっと月明かりみたいな、裏に月隠れてんなみたいな、ボワッとした青さ、それが不思議だったんだよね。すっごい綺麗だったよ。なんかボワーって感じ。何なんだろうね。 LED ではないと思うよ。
もっとあんなにくっきり輪郭出ないよね。相当でかいやつだよ。あの広さの方言で。なんなんだろうね。あー、パチ屋始まるな。パチ屋始まるな。どうしよう。パチン、みんな、パチンコ行ってきてもいいっすか勝負しに行ってきてもいいっすか、僕。アラジンに。アラジン始まっちゃったよ。いつになったら旅を始めるの？いや、俺の気が向いたら始めるけど。え、パチンコやだ。何、暇なの？みんな。暇なの？ダメとは言えない？みんな暇。でも花火もらったからもうちょいやるわ。花火もらったからもうちょいやります、いや、まあいいや。花火もらったからもうちょいやるわ。なんかでも不思議なことってあるんだよな。マーヒーなんだ。あー、パチンコが好きじゃない、自信があった日は勝てないってジンクスあんの。へえ。たまにはつうか、俺一昨日あたり4万負けたんだけど。結局リスナー騙したんだ。え、どういうこと？騙してないけど。なんすか？あなた誰っすか？あなたどなたですか？不思議なこといっぱいあるよね。あー、そうだね。捨て頃のためにそろそろ体鍛えないとね。捨て頃出れんのかな、そもそも俺。捨て頃もし俺が出るとしたら、今回は生で見に来るっていう人手挙げて。今回生で絶対見るっていう人。超盛り上がったよ、会場。あ、よさこいなんでいいっすね。もうね、あの歓声とかドカーンだよ。ドヒャーだよ、もう。のんちゃん来る？ハマった、前回で。まあ、のんちゃんのせいで負けたっていうのはあるけどね。もう会場入りまでずっとのんちゃんのこと LINE してたから。お前入れたの？とか。結局チケット取れたの？とか。いやー、来て来て。マジで。っていうか多分今回プレミアチケットでまた争奪戦だよ。チケット取るのマジ大変だよ。DM 送れるよ。Twitter。ヒーローさん DM 送ってみ？送れるはず。うん。捨て頃俺に声かけないの？あ、そうなの？へえ。じゃあお前ブロックな、さよなら。ブロックでーす。ねえ、捨て頃絶対見に行った方がいいよ。超盛り上がるから。ただまあオープニングの可能性あるよな俺。まあ負けちゃったから出れるかどうかわかんないけどね。年末にやりたいの大晦日。あ、でも大晦日捨て頃はいいんじゃないの。盛り上がると思う。ただもうボクシングルールないんだって今回から。キックボクシングか総合 MMA。 MMA ってどういう意味だっけな。マーシャル、マーシャル、ミックスドマーシャル、ミックスドマーシャルアーツか。カバンかっこいいでしょ。いいでしょ、俺のマイバッグ。年末にはやらないんだ。捨て頃って何？え、ジャックさん捨て頃知らないの？捨て頃見る？じゃあ捨て頃の動画見る？もう見飽きたでしょみんな。何回も見たから。あえて今また捨て頃引っ張るって面白いかもね。
テゴロ和道で YouTube 検索したら出てくるよ。見てみて。ジャックさん、ステゴロ和道って検索して。あの、1ヶ月前に大会に出たんですよ。ハゲゴロじゃねえよ、この野郎、おい！てめえ、さっきからよ、グダ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 よ。おい、アンチ。お前コメント書くなっつったよな、お前。なんで黙ってらんねえんだよ。あと一句言わせてもらうよ。花火ありがとう。清楚系 JK が背負ってそう。そう、なんかビジネスバッグで、俺普段これこんな感じで、うん、パチンコ行く時も、まあ、こんな感じだよね。JK っぽい、こんな感じでやってるけど、格闘技の大会っすね。格闘技の大会っていうか、配信者を殴り合わせるっていう、配信者をとことんぶん殴らせるっていう、あの拷問。もう捨て頃はね、多分ね、見飽きたんだと思う、みんな。おい、さくらさん、おはよう。楽しんでってね。スカート履いたら、スカート履いて配信とかやったな、名古屋で。青山と死闘したのすごかったな。いや、青山くっそ強かったよ。マジね、尋常じゃないぐらい蹴りが強いのよ。蹴りだけ、めちゃめちゃ。バチーン入ったもん。なんでこんな体重軽いのに、こんなスナップ効いてんだよ、みたいな。めちゃめちゃきつかった。本当に倒れないの必死だったもん。だって自分の足壊したぐらいだからね、青山。いや、チケット買った方がいいっすよ、本当に。絶対手に入れた方がいい。盛り上がり方半端じゃない。本当に楽しか、本当に楽しいよ。もう来た人みんな良かったって言ったもん。超楽しかったって。もう石川紀之のね、実況とかも超面白いし。すごいよ。生では迫力が全然違う。汗とかもう打たれたしぶきが飛んできたんだって。観客席まで。バチーンって殴られた時のパーンってしぶき、汗の。だからあの、グラップラー脇の戦いでおしっこと汗と涙が飛んでくるけど誰も避けらんないってあるの。あのシーンだよね。真剣に殴り合って。前回も買ったの？え、安彦さん来てたってこと？いや、石川、それが楽屋で石川紀之さんジャブ打ってたんだけど、誰よりもいいパンチを打ってたからね。こうやってやんの、ベンちゃん。こうやってやんのっつって、すげえキレッキレのジャブ打ってたからね。パンパンっつって。みんな目丸くして、石川紀之つえーみたいな。なんかね、ジャブがキレッキレなの。こうやってやんでしょパン、こうやってやんでしょパンっつって、ミットめちゃめちゃいい音すんの。また来て、沙織ちゃん。ヒカルくんのコンタクト飛んできた。マジで。すげえな、それ。リアルだよね。ヒカルくん何回もコンタクト外れてたかんね。いやー、でかいよ。190、なんかね、どんどんでかくなってくんだよね。のりゆきさん、マジで体どんどんでかくなってって。タッパもでかいし。あ、飛行機間に合わなかったんだ。しかもね、ケータリングで食事とか、なんか、イベントの祭りごとみたいにちゃんといっぱい出てんの。だから、その、タコスとかも食えるし、みたいな。なんか、タコライスとか食ってたよ、みんな。なんか、アイス売ってる人もいれば、ゴロリはジュース売ってたよ。それが面白かった。ね、ツイキャスの人とかわかんないかもしれないけど、ニコ生から見てる人はゴロリは知ってるわけじゃん。ゴロリが普通に缶ビール売ってんの。もう金儲けして、儲かった儲かったっつってニヤニヤしながら缶ビール売ってて。ゴロリから俺ビールもらったけどね。ワド、お前は特別に一本やるよ、つって、ツイッターほとんど使ってなくて慣れないから DM の送り方わからんかった。とりあえずモンジェさんに写真を送ってお願いしました。あ、カオス経由で来んの。ゴロリ？ゴロリ？ゴロリが小銭稼いでたよ。マーライオンさん、よろしくお願いします。ゴロリ、
ゴロリでしょ。ゴロリ？ゴロリ。いや、ゴロリはもう宿敵なんですよ、俺。ゴロリは宿敵なんですよ。あ、ニコ生時代からね、あの、ゴロリに何回邪魔されたか。なんか会場でさ、ワドーワドーって言ったけど、ゴロリだけ、ワドー死ねーってリアルに言ってたからね。ワドーぶっ殺されろ、ワドー死ねーって。会場で笑い取ってたよ。一番端っこのビール売りながら、ワドーアンチコールやってたから。ワドー死ねーっつって。ゴロリ？ゴロリ？そう。ゴロリワドー死ねーだから。そう。一人でワイーイってやってたから。ゴロリ。ゴロリ？え？ジャジャマルピッコロゴロリーだからゴロリじゃん？ゴロリ。え？ジャジャマルピッコロゴロリーゴロリ。発音違うのかな俺。ゴロリでしょ。なんかゴロリがやってんの便所太郎石川紀之みどりさんの3人のスタッフだっけ。あ、本当に言ってた。あ、オッケーオッケー。あ、じゃあ俺出場機会ないのかもね。オッケーオッケー。じゃあトレーニングしません。オッケーオッケー。わかった。多分ね、でもね、勝った人は、その、出れるけど、負けた方は出れないって言われてたから、まあ、しょうがないね。負けちゃったから。じゃあ、まあ、そうなんだろうね。次は和道は声かけないって言ったら、多分そうなんでしょう。捨てゴロリ。出場機会ないみたい、みんな。痩せたら出る。いや、もうないっつってるからないでしょ。放送でないって言ったんだったらないんだよ、多分。さすがにそこは運営だからしっかりやると思うよ。まあ、しょうがないや。サクトラおはよう。内容変わるかもね。内容はね、MMA とキックボクシングの2つでやるって言ってたよ。まあ、しょうがねえやな。それは。オッケーオッケー。じゃあ、出れない腹でいるわ。それはしょうがない。テイキありがとう、のんちゃん。勝って負けてるけど、まあセブンさんは出れるんじゃん。勝ってるんだから。まあだって2戦やったらしょうがないでしょう。2回は絶対きついもん。マルキーニョスはだつ、おはよう。まあ2戦やった方がすごいわ、どう考えても。まあ全然出れるでしょ、勝ってるんだから1試合。じゃあ観客で行こう俺。あーでも便所太郎さん詰めんのはかわいそうだったけどな。めちゃめちゃ裏で頑張ってたから。2戦は地獄、本当に。1戦だけで地獄なのに2回戦えてまず無理。まず無理、そんなの無理。いや、よくやったよなセブンさん。あ、送られてきてはいけないメールが今届いた。あ、あ、あ、
送られてきてはいけない、この配信キラーなメールが来た。だから、あだけど、だからここが青く光ってなかったでしょって言ってんじゃん、さっきから。違う、だから違う、ここが青くなってないじゃんって言ってんの。でもこの光だよ。違う、だからみんな分かってないな。ここが青く光ってないのに、ここが青く光ってたよっていうことじゃん。分かる？だからそれが言ってんのよ、俺は。これは分かるじゃん。分かる？ここが青くなってんのはこの光だから、この光って。ここが光ってないのに青くなってたんだよ。そう。はい、論破。あっつって。あ。強弁しないとね、アメリカのサイトなんだけど、いや分かんない、後ろも光るっていうか、いや全体的に光るよ。あ、ちょっと面白いの来たな、これに近いかも。これにこんなに鮮やかじゃなかったけどな、海外のサイトだってここまではっきりはしなかったけど、こんな感じに近かったかな。これより淡い感じだけどね、こういう不気味さ、こういう不気味さに近かった。これ海外のサイトみたい、いやどうなんだろうね、試験点灯日で上だけかも。そうなんだ。へえ、ステゴロ2へのプレ枠。新さんだけでやる。え、っていうことは何？ドレさんとかも出ないってこと？あ、まあまあ、まあね、俺の試合はもう見たからね。UFO だって書いてあったね。まあ、あれじゃん、クモン竜とかじゃん。出るとしたら。クモン竜の試合見てみたいもんな。あいつ強えぞ。あ、そういうことだ。意味が分かった。ドレさん出れないって言ってた。分かった。意味が分かった。ステゴロ2の前座試合として年末にやるってことか。捨て頃の看板じゃなくて捨て頃の予選でやるって意味だ。なるほど。そういう意味だ多分。捨て頃の2へのプレ枠、プレってそのプレオープンとかのプレね。プレミアムのプレじゃなくてプレオープンとかのプレで、要は予備でやるってことだ。だからあれだよ、 K1 の地方大会みたいなニュアンスでやるんだ多分。今度は香川万博見たか放送しないかもな。でもね、放送しないのは良くないよ。俺、正直、捨て頃が放送なしですって言ったら俺出ないもん。出る意味ないでしょ。もし、捨て頃が、ベンゾさんが放送やりませんって言うんだったら俺は出ない。意味ないもん。僕は正直出ないですね。そこは断固。だって実際さ、ごねたけど放送見れて良かったでしょ？みんな的には。まあサバ落ちで俺の放送まともに見れなかったらしいけど、全試合流して結果良かったじゃん。あのね、ツイキャスで歴代3位の記録も出たんだし。あ、俺もクモン竜と合ってるし、あれですよ、俺クモン竜ダメなやつなんて言ったことないよ。クモン竜シャイだよね。俺もクモン竜と飯合ってますよ、飯食ってますよ。いい子、もっとオラついてる子だと思ったけど、シャイな子だったね。あとイケメンだったね。
あ、ひらがなです、手頃。DVD まで買って、俺は買う。俺は買う、正直。むしろ作ってほしかった、記念に。捨て頃1位 DVD、ボリューム1。DVD は欲しい、記念に。同じ同郷？あ、そうなんだ。へぇ。まあ、同郷は可愛がりたくなりますよね。無条件に。わかるわ。俺はあれが好きなんだな。あのフィリオのさ、 K1 で空手スタイルで勝ってた頃がすごい好きで、バンナかなんかを鍵付きで仕留めるフィリオすごいかっこよかったんだよね。つってパンつって、この一発で仕留めたんだよ。パンつって、フィリオ強かったよな。あ、ワンツーまとめて DVD はいいか、いいかもね。あ、でもやだな、負ける試合が DVD になるんだもんな。やだな。まあでもいつ出れるか分かんないから体は鍛えとこう。いつ出れるか分かんないけど、なんかチャンスは巡ってきた時のために体は鍛えておくわ。あの猫パンにゃーんってやっちゃったから。あんだけさ、あんだけこうやってさ、ジャブの練習こんだけ綺麗に打てるようになったのにさ、本番こうだからね、にゃーんっつって。にゃーんっつって。びっくりしたよ、俺。本当にびっくりしたから。もう3ヶ月ずっとこの動きを叩き込んできたわけよ。こんなにさ、こんなに綺麗にストレートを打てるようになったのに、にゃーんだから。にゃーんっつって。びっくりしたよ、その自分の体の言うこと聞かなさ。弱ーメンタルって思って。自分で笑いそうになったもん。正直で、いや、もう自分で殴っててヘッポコだなと思って。弱っと思って。あれは笑ったよね。はい、2時間経ったのでアイテムタイム、2分間音楽流します。よろしくお願いします。いや、そんなもんだよ、そんなもん。本当に練習の半分も出ないよ。うん。アセード快感いいかもしんないですね。いや、みんなびっくりだよね。みんなびっくりっすよね。はい、すいませんでした。フォローありがとう。はい、マキルさん、風船5個ありがとう。ニャコ、風船5個ありがとう。エクサガスカス、バーガー2つありがとう。そう、スタミナ切れ、俺はスタミナ切れてないよ。俺はスタミナ切れてない、足がぶっ壊れた。白田さんち弟子入りしたら体良くなりそう。あー、いいっすね。まあまあ、クモミューは空手よりもボクシングやらせた方がいいと思う。瞬発力が売りだから。あの、空手はやっぱりその瞬発力じゃなくて、あの、ねえ、あれだから。第3ありがとう、風船2個。空手よりもキックやらせた方が向いてると思う。ご覧の番組はアイテムを崩さったリスナーさんの提供でお送りしております。そろそろパチンコ行こうかな。ワッチさん、風船3個ありがとう。そろそろパチンコ行こうかな。のんちゃん、バカありがとう。勝負に行こうかな、勝負に。じゃあ皆さん、ありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。初見さんは今ね、ふわっちのキャンペーンでフォロワー25人に増やすとアイテムもらえるっていうキャンペーンやってますので、もしフォローする人がいなかったら和道のことフォローしてください。そのキャンペーンの内容についてはお知らせの運営から、夏休みの宿題をしてアイテムをゲットしようっていうコーナーに
新規25人フォローしましょうということが書いてありますので、ぜひ読んでみてください。うん、炭水化物あげるな。パフェありがとう、安彦さん。トロルさんありがとう。フォローありがとう。ぜひね、和道のこともフォローしていってください。それじゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。